1789年に描かれたブルターニュの地図ブルターニュの歴史は、ブリトン人文化と創造、中世初期に成立したアルモリカの王国とその後のブルターニュ王国時代、ブルターニュ公国、フランスに併合されてからの地方行政区画としての歴史を含む、古代ローマ時代の記録によると、ベネティ族、アルモリカに、オしスみナムネテス、 コリオソリテスといった多くの種族がいたことが分かっている。ストラボンとポセイドニアスは、ベルガイ族に従属していたアルモリカニ族の記述をしている。アルモリカニの金貨は広く流通し、ラインラント地方ですら発見されている。塩田が来たアルモリカの広域にあった、エビヘンスでは2メートルほどの一つの釜から外産で40から55キロの塩が作られていたという、紀元前56年。 一帯は、ユリウスカイサル指揮下のローマ軍によって征服された。ベネティ人貴族らは殺されるか奴隷として売り払われた。ローマ人は、占領地を、アルモリカと呼び、ガリアルグデュネンシスの一部とした。現在ある、コートイコールダルモール県の名は、古代の名前、アルモリカにちなんだものである。ディオクレティアヌス帝の改正後、地域は、ディオケセスガリアアアルムの一部となった。3世紀、 バガウダイ族が勢いを増し、社会不安と人口減少を引き起こして多くの村々が破壊された。街があったという場所には人口減少を物語る厚い黒土の層が見つかっている。コンスタンティヌス一世時代、ルネサンス時期をもたらした、おびただしい効果が鋳造された。トラクトス・アルモリカヌス時代には、ブレスト、アブランシュ、ルヨードのような新たな砦が築かれた。四世紀頃、 ベネティ島進み領内でマウリタニア軍が現れるなど地方で合同の動きが活発となった。フランク化したラエティ族はレンヌに出現した。キリスト教家は通常4世紀後半と言われる。しかし物的証拠は稀である。ローマ帝国支配が交代した後、数名の作家はアングロサクソン人やスコティ人の侵略から逃れたブリトン人たちがアルモリカへやってきたと指摘している。しかし、 現代の考古学は、ローマ時代から、グレートブリテン島となるからの移民が始まったとしており、およそ3世紀後半からだという、これらのブリトン人は地域に、現在の名前とブレイス語を伝えた。ブレイジョニヒは、ウェールズ語とコーンウォール語の姉妹言語である。初期のブレイス語の文書は、590年からの日付の植物学論文である、伝説上のローアン家創設者、コナン・メリアデックは、 中世のウェールズでの記述に登場する。それによると、コナンは、ウェールズ人傭兵のブルターニュ入植を指揮し、彼らを、ブルターニュ土着民族の女たちと結婚させた。しかし、自分たちの言葉の純粋性を保つため、女たちの舌をすべて切ってしまっていたという。歴史家、ジェフリー・オブ・モンマスは、この伝説で、ブルターニュに、ウェールズ語のリドが残ることの説明がつくとしている。中世初期、 ブルターニュは三つの王国に分断されていた。ドムのニア、コルヌアイユ、ブロワロックである。すぐに三つの王国はブルターニュ公国に併合された。最初の合同したブルターニュ王国は845年にブルターニュ公の身の絵によって建国された。この時、ブルトン軍はフランク王シャルルに生勢力をバロンの戦いで打ち破った。フランク軍は再び851年にジャングランの 戦いで、ブルターニュ皇、エリスポエ軍によって、敗退を起死した。こうして、シャルル2世は、ブルターニュの独立を承認したのである。ブルターニュとフランスの国境に沿って建設された。城塞軍ブルトン人は、1173年から1174年に、かけ、イングランドをヘンリー2世に対する反乱を起こした。ヘンリーの息子で、ブルターニュ女皇コンスタンスを妻とするジェフリーは、 ブルターニュ公国をイングランドに併合しようとする父親の試みに抵抗した。ジョフロワは2世の着手、アルティュールは、さらに、オジジョンに暗殺されるまでイングランドと対立した。1185年、ジョフロワは2世は、領土の細分を禁じる文書に署名した。そのために、ブルターニュの封建構造が強まったのである。1213年、 ブルターニュへ狙いを定めたフランス王フィリップ2世は、カペー家遠跡のドルー家出身のピエール・ドドルーを、広告の管理者兼彼の着手ジャンの指導者として送り込んだ。ピエールはアルトゥールのイフ妹、アリックスの夫で、女子コンスタンスの婿であった。ピエールの代から、ブルターニュ皇の紋章に、イタチが採用され、フランスへ従順することで領土の独立性が図られた。 ブルターニュ継承戦争は1341年から1364年に起こった。ブルターニュコージャン三世が子供のないまま死去すると彼の異母帝、ジャンド・モンホールと彼の名のパンティエーブル女白、ジャンヌ・ド・パンティエーブルとの間で争われた。この長引いた対立は百年戦争の一部となり伝説と化した。1364年、オーレの戦いでモンホール家が フランス勢に勝利を収め、パンティエーエブルハクの夫、シャルルを打ち取ったことで決着した、第1回ゲランド条約が結ばれ、公領の5分の1を親族風として受け取り、かなりの額の年金を受け取ること、継承権の留保を引き換えに、パンティエーエブルハクは、好位継承権を放棄した。結果として、女性の継承権を認めないサリカ法典の修正版がブルターニュに導入された。 1373年、秘密文書を載せた馬車が襲撃され、イングランドとの秘密同盟が露見し、使える貴族らに見捨てられ、ジャン五世はイングランドへ亡命した。当時の後位貴族は、コートマンイコールパンティーエーブル家、ルージェ家、ローアン家などかつてのブルターニュ王家の子孫たちで、パンティーエーブル家は強い支持を集めていた。モンフォール家との争いが続くうち、 パンティエーブル女白の息子ジャン一世とシャティオンはイングランドの捕虜となっていた。シャルル五世は弟アンジューコール一世をブルターニュにおける国王代理に任命した。1378年、シャルル五世はブルターニュ併合をもくろみ、ブルトン人たちの反感を煽ることになり、亡命中のジャン四世を呼び戻そうとするクワ立てが始まった。対立は、 1380年のシャルル5世の死により、深刻化せず、1381年に、第二回ゲランド条約が結ばれ、イングランドフランス間でのブルターニュの中立、ジャン4世が引き続き、シャルル6世へただまさの誓いを示すことが決められた。しかし、ブルターニュの有力貴族、オリビエド・クリッソンが、ジャン1世に、娘、マルグリットを嫁がせ、 パンティエーブル家とフランスの後ろだけでジャン四世に対抗。クリッソンとジャン四世は1395年に和解したが、両者の対立がきっかけで後に、ゲランド条約が破られ、モンフォール家とパンティエーブル家の抗争が、再び起きることになる。1420年、ブルター入港ジャン五世は、ジャン一世の息子のパンティエーブル博、オリビエ・ド・ブロアと、母マルグリットによって誘拐された。 ジャンゴ世のヒジャンルは、反乱分子を包囲して、夫を解放させ、パンティエーブル家の利益を没収した。ジャンゴ世は百年戦争中は、イングランドとフランスとの間で同盟取り反を繰り返していたが、弟のアルティールドリッシュモンは、フランスに属して、イングランドと戦った。なんとのフランスは二世の墓1464年、カトリコンと呼ばれる辞書が、ブレース語、ラテン語、 フランス語で書かれて出版された。この本は、世界初の参加国語辞書で、最初のブレース語辞書及び、フランス語辞書であった。1485年、ブルターニュ公フランソワ2世は、フランスオシャルル8世と対立指導家戦争が、勃発した。1488年、スイスイタリアの傭兵5000人を含むフランス軍が3イコール当番イコールデュコルミエの戦いで、 ブルトン軍を打ちまかし、フランソワ二世は和議を結ばされ、彼の一人娘で後継者の女子をアンヌと、フランス王の結婚が取り決められた。終結直後に、フランソワ二世が、自己死してアンヌが、独立時代最後の公爵として立ったが、アンヌは、フランスの勢いにこうしきれず、ハプスブルク家のマクシミリアンとの婚約を解消させられ、シャルル八世と、結婚、ついで死別後に、 ルイ12世との結婚を余儀なくされた。広告はアンヌの死後に長女クロードに継承されたが、クロードが若字にすると、彼女の夫フランスは一世は1532年の直例でフランスに併合させた。1532年以後、ブルターニュは先生王政の栄枯盛水にもかかわらず、ブルターニュ三部会によって財政確保、実地を保持し続けた。 フランスがユグノー対カトリックの内戦で揺れ、なんとなど数カ所がユグノーの戦法であったが、ブルターニュ全体はカトリック信仰で強くまとまっていた。1590年から1598年、カトリック同盟戦争の間、メルクール公フィリップ・エマニュエルは、スペインをフェリペ二世と同盟して、自らをブルターニュ公と称した。他方では、フェリペは、 娘イサベル・クララ・エウヘニアを再構成された、ブルターニュの旗印に据えようとしていた。しかしアン・リ四ンは、メルクール港を降伏させた。コルベールの時代、ブルターニュは、フランスの海軍増強で大いに利益を得た。サンマロ、ブレスト、ロリアンといった主要港が建設されたり修繕された。ブルトン人は、フランス海軍の構成員となった。ブルトン人は、北米大陸のヌーベル・フランスや、 西インド諸島の植民化に重要な役割を担った。1675年、コルネアイユシ教区で暴動が起き、陰死税一期となった。反乱分子はオランダと結び援助を期待したが、支援は来なかった。反乱の首領セバスティアン・アルバルは、モンガイアール公に逮捕されて暗殺された。反乱は、ショールネ公によって鎮圧され、数百人のブルトン人が公主刑にされ、 拷問を受けた。セビニエ夫人は、レンヌに駐屯するフランス兵が、焼き串に刺した、ウルトン人の幼児を焼いていた。レンヌ全体の通りが、先導行為を疑われ、町は破壊され、住むところを失った住民を放り出した。と非難した。1720年、スペインと連絡を持った、下級貴族らが、摂政オルレアンコーフィリップ2世の重税政策に、反旗を翻した。 ポンカレコート6人の仲間たちは裁判にかけられ反逆罪に問われてナントで処刑された。18世紀の間、ナントはフランスの重要な貿易センターの一つになった。ナント繁栄の背景には大西洋を往復する奴隷貿易の存在があった。1789年8月4日、パリの国民議会は満場一致で封建的特権の廃止を決めた。これには、 ブルターニュのような地域の特権も含まれていた。ブルターニュは1532年の直例で保障されてきた司法上の存在価値、実地や財政、公的得意性を全て失った。パリのブルトン協会は封建差別の廃止に着手した。地方自治性を失った上、反協会的な革命の特性を不快に思うブルトン人にはさらに不人気となった。多くのブルトン人たちが イギリスの支援する王統派反乱に加わり、バンデ県で起きた一期に加わった。ブルターニュは、フランス革命抵抗の温床となった。1789年、ブルターニュは5つの県に分割された。19世紀のブルターニュは、ロマン主義の高まりも手伝い、素朴な自然、信仰と結びついた、祝祭、ザク実りの伝統が残る自給自足の生活などが評判を得た。同時期、 ブルトン人たちの生活は第三共和制の下でますますフランス化していった。ブルターには地方主義者と分離主義者とが選挙や政治的争いで多したような成功を収めた。現代のブルトンナショナリズムは19世紀後半から20世紀初めにかけ発展した。これら運動の中にはカトリックの伝統主義者の流れがあった。1944年以後、 ブルトンナショナリズムは目立った活動からが第二次世界大戦中フランスの大部分を占領したナチスに対し協力的だったことで広範囲で名声を落とした。他方ではブルトン人民族主義者らはレジスタンス運動に身を投じた。イギリスへ近く風景が似通い、重要な海軍設備のあるブルターニュでのレジスタンス運動で彼らは非常に重要な役割を担った。 戦後、フランスは、かつてのブルターニュ工業を構成したいつの、行政区のうち一つを外した。かつて広告の首都だったこともある南東を含む、ロアールアトランティック県がブルターニュから切り離され、これは、今も、議論の対象となっている、試験的な原子力基地が1960年代に、モンダレ山中のブレンニリスに建設された。これは10年ほど稼働し、1988年までに、 撤去された。これはフランスで初めて原子力施設が撤去された例となった。1960年代からブルトンナショナリズムがカトリック伝統と並行して強い左派傾向に発展していった。これらの中には社会的に注目度の高い標的に対してサボタージュをする集団もある。1972年3月、サンブリューの工場で労働者たちが 賃金アップを要求するストライキを決行した。ストライキは8週続いた。1940年代からブレース語の使用が危機状態にあると表明された。ほとんどのブレース語を話す自治体において、1945年以後に生まれた子供たちにフランス語使用が義務付けられてきた。一方で、1970年代からブレース語は知識人や専門家の間で努力がなされており、 規模は小さいが、都市を基盤とした、ジワン運動が二言語学校を通して、若年層のブレイス語は社人口減少を食い止めてきた。1978年3月16日、巨大タンカー、アモコカディス号が、小さな漁港ポルサルを奇数百メートルで座礁した。史上5番目という原油流出事故で、ブルターニ北部から北西部にかけて汚染された。 1980年2月と3月、小さなコミューンのプロゴフで政府が出動させたヘリコプターと落下産部隊がいたにもかかわらず、プロゴフに建設予定の原子力発電所建設組織の集会が開かれた。マスコミを通じて反対派は国民世論を味方につけた原子力発電所建設計画は1981年大統領選挙で、 フランスはミッテランが当選後に凍結された。ありがとうございます。